どっちも忘れない。だけど僕は明日食べに出る。ごめんね。愛してないと言えないわけじゃないけど、時はいつでも気まぐれだもの。本物なんて死ぬ時わかる、その時誰がこの手を握っているか、その時にしかわからない。教えてほしい。寂しさ抱えて